はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、黒タンハンデスということで、さらにね、改良していきました。まあ、赤タンに先行取られることがやっぱ多いんで、本当に微妙な差なんですよね。シェオル間に合わないっていうケースがあるんで、まあ、この寄生性小枠でね、なんとか間に合わせていきたいなということで、3点回復ですね。結構人間いるんでね、あのデッキは。あと、エンチャントデッキにもこれ結構ね、効いたりするんで、はい、採用してます。さあ、それでは早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ、7枚でキープ。はい、土地出していきます。さあ、切り崩し。さあ、まあ、どうやってシェオルまで行くかですね、こうなってくると。さあ、摂取。パクるか、スクイー。パクるカードが一番ややこしい。スクイーの方がいいや。これでゴブリン出てくるのしんどいな。お、イナズマの一撃使ってくれるのはありがたいな。まあ、問題は沼引けってことだ。おお、まあまあ沼じゃないけど、これは大当たりでしょう。スクイー追放、もうそれ用に入ってるからね。まあ、赤殺しですね。どうぞどうぞ。シェオルでいいんですけどね。めんどくさいんで。と思ったらあれ、ダメじゃん。シェオル捨てるやん。思いっきりミスった。フレミでしかない。マジか。でもシェオル引いてきた。もう意味がわからん。いろいろごめん。まあ、たまにはね、こういうのもないと。本当申し訳ない。まあ、こうもね、大概やから。
don't overthink things. めっちゃ引いてくんの。しかしそんなんで殴ってくれたらすごい楽だね。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。シオルまでどうやっていくかなんですけども、まあ、土地をなんとか引いてほしいね。さあ寄生成章、この3点回復がめっちゃ強い。さあ摂取、変わったのがいますね。これ取ったらフェルドン来るかな。でフェルドン5点かな。でまあ、そろったところを避難の道で流しましょう。さああとはねシオルを引いてほしい。シオルじゃない、沼を引いてほしい。さあもうムカ全部出し切りました。さあシオル、改造機に対出します。もう一気に殴っていこう。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープします。
たら赤炭と当たる。漂白。痛いね。できることはほとんどないから。さあ摂取。ライフが11まで減らされるのか。まだほとんど何もしてないんですけどね。あ、なんかシェオルかライフ回復するやつなんか欲しいですね。容赦ないの。さあ切り崩し、相手動いてこんってことは何だろう。火力か山かクリーチャー強化か。さあ墓地の侵入者。あ、これでだいぶ楽になりましたね。ライフ回復ができる。崩し、まあ先にシェル出しますか。これはさて剣を装備させてもよかったんですけど。はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。さあ摂取からいきましょう。ここですかね。3人はきついな。多分リリアナ指定されるんだろうな、これはな。せっかく倒せたの、またリリアナを指定される。賢いたち。また倒せるけど。また出てきたりせんかな。
はい、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。クロタンハンデスということで、まあ、かなりね安定して勝てるんで、まあ、これと LO が結構軸でね今月は回していきそうですね。はい、まあ、調整したところも良かったんかな。うん、まあ、この規制性障枠の3点がね非常に大きかったりするんでね。はい、まあ、そんな感じでハンデス好きな方はねぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。